ん、こんにちは。吉戸美桜です。手話で食レポ。今回はこちら。カフェアサンさんにやってきました。こちらのカフェアサンさんはどこにあるのかと言いますと、2K540 秋岡アーティシャンといって、秋葉原と御徒町という駅のね、区間の高架下にある商業施設の一つのこちらお店となっているんですけれども、他にもお店はいろいろあるんですけど、今回はこちらのお店に行ってみたいと思います。それでは、GO!が届きました。すごいボリュームがすごいですよね。スタッフさんおすすめのトリプルチョコレートスフレパンケーキを注文しました。あのトッピングいろいろ種類があって選べるそうなので、皆さんお好みの種類を選んでみてください。それではいただきます。パンケーキ中しっとり美味しくて、あの程よい甘さがあるんですけど、このボリュームいっぱいのクリームがこう甘いので、もうなんか相性が抜群です。美味しい。今回私が注文したトリプルチョコレートパンケーキは、あのトリプル何なのかと言いますと、まず一つ目があのかかっているチョコレートのソース、続いて二つ目がこのホイップですね。ホイップにチョコレートが入っていて、次最後三つ目があのパンケーキにかかっているカスタードソースにもチョコレートが入っているので、もうチョコレート好きにはもうたまらないあのパンケーキです。他にもあのお店の一番人気がくるみカスタードキャラメルということで、他のいろんな味もね楽しんでみてください。と次こちら、こちらはね、緑色の何だと思いますか？こちらは期間限定の青りんごだそうです。ちょっといただきます。
で、こちら青りんごのクリームソーダ、クリームソーダです。いただきます。爽やか、美味しい。やっぱりあのパンケーキのこの甘さと、もうソーダのすっきりした爽やかなね味とこう一緒にやっぱりいただくといいですね。おすすめです。期間限定なので間に合えばぜひ。はい、今回はカフェアサンさんに来ました。とってもおしゃれなお店と美味しいケーキとドリンクいただきました。ありがとうございます。この後もいただきたいと思うんですけど、あのこちらの飲食店以外にもこちらの秋岡さんには、あの飲食店以外にもギャラリーだったりいろいろお店がありまして、ものづくりをテーマとしたお店などございますので、ぜひ皆さん訪れてみてください。それではまたお会いしましょう。